嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。皆さんこんばんは、千尋でございます。今日もエルダースクロールズオンラインエボンハートパクト編の続きの方をやっていきましょう。だいぶ間が空きましたね。前回なんだジョルンを救って弟のフィルジョアからね、まあお姉さんの魂を救うんだと、ソブンガルデまで行きましたね。スクルダフンか、あのまんまでしたね。スカイリムのまんま。いやー、懐かしかったです。ね、それが終わって、いよいよ、ね、リフテンでちょっと問題発生だと。いうことで訪れた、ここはショーンヘルムかなあ、ユーガイドしてなかった。ショールストーンか。ショーンヘルムってどこだいろんなの混ざっちゃったな。ウィンドヘルムと混ざっちゃったね。というわけでね、ここで、まず一発目のクエストがありますよと。石の下、ビグロットレイス・ベインと話す。というわけなんで、早速やっていきましょう。食事。食べてるね。薬用意して。よし、行きましょうか。ビグロット、どっかで聞いたことある名前だな。ああ、なんだ。ここで防衛体制を整えている。物資が必要ならタップトベインにいるガリーに行ってくれ。スカルドの使者として助太刀に来た。王者の矢か。そうだ友よ、よく来てくれたな。町は絶え間なく脅威にさらされている。その上リーチの民が退去して鉱山を占拠し、またリーチの民立てこもっているのだ。いろんなとこでリーチの民の被害を受けるねどうすれば奴らを片付けられる。リージシュが鉱山への侵入を試みているところだ。リージシュ、中には人質がいる。リーチがオブリビオンの中で何を企んでいるのかも把握しておかねばならん。なるほど。リージシュを助けられるか試してみよう。リージシュは賢いトカゲの子だ。あの子なら奴らの魔術をくぐり抜ける方法を見つけられる。聞いていいか、ビグロット。答えられることだけ答えよう。だが手短にしてくれ。すべきことがまだたくさんある。あなたはパクトの軍の一員ではないのか。いや、同胞団、戦士か。イスグラモンの後継者と共にあることを誇りに思う。
ファローストーンの間は我々の隠れ家、ちょうど町の北にある。パクトのためであればいつでも喜んで剣を持とう。なるほど。ドーメダンというのは何者だ？知ってるけど。ショールの骨にかけて。500人の同胞団のことを聞いたことがないのか？聞いたことあるんだ。同胞団はスカイリム征服の戦いにおいて伝説のイスグラモルと共に戦った勇敢な戦士たちだ。我々はその末裔だ。血と絆において。なるほどね。イーストマーチで私が何をしたか聞いたか？どれどれ。上級王を毒から救い、多くの軍団を完全に敗北させるまで戦ったハイムートでパクトを支持し、同盟が破れないよう守った。まあ君のことは全く聞いていないまあね、自分でこんなの言うの恥ずかしい。リーチの民とは一体何者だ？ハイロックとの国境、ずっと西から来た部族だ、リーチという地域にいるためリーチの民と呼ばれている。嫌な連中で何世代にもわたって市長たちを苦しめてきた。部族の土地からこんなに離れたところで何をしているのかわからない。なるほどね。ショールストーンを攻撃したのはどの一族だ？オーンシェイパー。治療術師より一段階位の高い最悪の呪術師だ。なるほど。おぞましい儀式で死体を使う。うん、よし、じゃあ行きますか。リージシュと話す。このね、あのストーリークエストのアイコン、うん、ね、これ追加されたんだよ。分かりやすくていいよね。今までどれだみたいな探したりしたけど、ここか。ビルジョアは自分の兄を毒殺しようとしたの？そう。それでノルドがついてくるとでも思ったの？想像以上。川には毒が流されている。私たちが中に入っている間離れていた方がいいでしょうね。ビグロットに言われて鉱山に入る手助けをしに来た。リーチの虫けらどもが魔法の防壁の後ろに隠れてる。破るわよ、パクトと栄光のために。防壁を破る方法は？町の外で暗黒の呪術師が腐敗した間近で死体を操ってる。なるほどね。この護符を持っていきなさい。護符を使えば腐敗を払い、遺体を安らかな眠りにつかせられる。それからリーチに報復しましょう。分かった、何とかする。リーチの呪術師に対抗できる力を持つ者はあまりにも少ない。急いで、奴らがさらに災いをもたらす前に。彫像で何をしてるんだ？他の魔術師と一緒に中に入ろうとしてるの。私たちの呪文のために彫像を用意してる。なるほど。呪術師たちは協力よ。でもあなたが到着したから攻撃を始められるわね。マジカを集めるとどのように役に立つの？秘術は共鳴に強く反応する、うん、奴らの呪文が洞窟に結界を張っている。象徴的なのはその力が死者から抜き取られていることね。どうにか対抗しないと。なるほど。なぜリーチの民は死体を掘り返しているんだ？秘術のためよ。魔術師は秘術でマジカの流れを操れる。この暗黒の呪術師たちは死体を大地から引き抜き、死体に残されたマジカを吸い取るの。なるほど。それでは現実の肉体は気にしてないということか？その通り。ボーンシェイパーにとって肉体は果物の皮に過ぎない。儀式でそれを吸い取る。なるほどね。死体から最後の皮の水を吸い取るの。その中のマジカしか必要ないと。じゃあ行くか。死体を破壊してマジカを集める。9分の0が結構集めるな。さて行くぞ。リフト一発目の戦闘だね。あれかな。あれ関係ない。こんなところには墓か、これ墓標だ。
どれよ。あれだな。わかりやすい。そういうのでないと。お、あ、一回でそんな一個ずつとかじゃないんだね。これ。あ、触ればいいんだ。なるほど。そこら辺にあるわけじゃない。でも多分あの人もやってるんだろうね。なるほど。大丈夫なの。もらっていいのかな。気をつけて。気をつけるの。やめた方がいいんじゃない。どこに向かっていってんの。危ない。結構いねえな。結構いないね。あれそうでしょ。マジ顔集めろ。あと2つ。普通の相手じゃダメか。あれやってるな。この人たちは掘り返してるのか。見つかっちゃった。よいしょ。 OK じゃん。これよし。リージュと話す。いやー気持ちがいいな。ここは白樺の森でね。来ましたよ、マジカオ。それは何だ。マジカがゴフと共に歌う歌が聞こえる。彫像はあなたの贈り物を受け取れるわ。今度は何だ。腐敗したマジカで彫像を満たすとは。鉱山に入る道を一掃しましょう。それから鉱山作業長のガンディスを探しなさい。どこにリーチの民が隠れているか、生き残った労働者がいるかどうかを知っているはずよ。なるほど。でもまずは鉱山に入る道を開かないとね。任せろ。マジカを彫像に向けて注ぎなさい。鉱山の入り口を塞いでいる防壁が弱まるはずよ。なるほど。これね。注いだかこれ。注いだかこれだ。どうよ。よいしょ。どうよ。見た目は変わんない。ショールストーン鉱山。いや、スカイリム以来ですよ、入るの。ショールストーンにあるこの黒檀の鉱山は、男女同席の場では言えないような理由でレッドベリー鉱山と呼ばれることもあり。聞け、あ、ね、一時停止して読んでください。いつものことです。どういう理由でレッドベリーって呼ばれるんだ。
静かに伏せるんだ。助けに来た。同胞団からの依頼だ。それは助かる。だがもっと小さな声で喋ってくれ。ごめん、見つかったら奴らに殺される。大丈夫だ、俺がいる。会えて嬉しいよ。だが声を小さくしてくれないか。会えてよかった。リーチの民はここで何をやっているんだ。お前が何を探しているのかは知らないが、あのクズどもは鉱山のあちこちにいる。奴らは鉱山労働者の大半を虐殺した。だが生きたまま捕虜になっている者もわずかにいるようだ。もし可能なら彼らを助けてくれ。わかった。リーチの民のリーダーたちはどこにいる。鉱山の奥深くは古代の同胞団の墓になっている。リーチの民の呪術師が墓に入り、一族の者が二つの異物を使って入り口を封鎖した。なるほど。リーダーは墓にいるが、中に入るには異物が必要だ。異物を見つけてこよう。ここに隠れているガンディス、ショールの骨にかけて来てくれて嬉しい。探検をするならついでに鉱山労働者たちを探してくれないか。大丈夫、そのつもりだ。彼らがこんな目に遭うなんて。助けになりそうなものを持っていたら何でも欲しいぞ。これを渡すのは気が進まないが、きっとあんたの方が必要としてるだろう。これは隠しトンネルの扉の鍵だ。あの連中の背後にもあるのに役立つかもしれない。ありがとう。そちらの鉱山労働者たちのためにできる限りのことはする。よく言うな、これ。できる限りのことはする。クエスト前に行ってるはずだぞ、これ。どこだろうね、ここかな。これは異物を手に入れる。裏手に回る。こっちかもしれないね。こっちちょっと試しに見てみようか。あ、これじゃない。これはやっぱ出てくると思います。よし、やるか。まずまっすぐ行ってみましょうか。裏手に回るって言ってたからな。とりあえず異物を取ろうか。お前たちの目は節穴だな。あ、誰かいる。弱人いる。頼む、助けてくれ。奴らに何をやられた。奴らは何か目的があって私を生かしてた。何か邪悪なことをするつもりだ。この鶴から出してくれ。分かった、出してやる。他にも誰かいるのか。リーチの民がここにある古代の墳墓について話していた。チョンカンがどうしたの。上にいるぞ。マイルロトバイン。死んだ誰か。打ち合いだ。あー、いい、痛い。あるじゃん、パンとか。これか、鉄製のボックス。異物を見つけた。ここは通り抜けできない。
鍵もらったやつはど、あ、見つかっとった。痛い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 。取り抜けられないか。結局ここしかないじゃない。燃やす前に死んだな。残念。よし、後ろにいるぞ。よし、後ろにいた。ん？これか。大丈夫か。この忌々しい鶴から助けて。わかった、助けに来たんだ。これ以上こんなことには耐えられない。これで自由だ。行け。呪術師がシンムールという古代生物について話してたわ。きっと邪悪なやつね。同胞団の分も守ってんのか君たちは。あ、いた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 。ナリル。ここで死にたくない。死んだら兄弟はどうなる。待て待て待て、自由にしてやるから。ここから出ないと。兄弟を見つけないと。行って兄弟を探せ。ここから出なくては。呪術師たちが長い間眠っている怪物を探している。長い間眠っている怪物を探し出す。お、なぜ耐えれた。後ろ向けたの。よし。よし。で、異物を手に入れ、ライナーを助ける。お待たせ。
リーチを根絶やしにしなければ。まだじっとしてろ。この鶴で、きつく締め付けられているの。なるほど。どうだ。呪術師たちが、鉱山の奥深くで墓を見つけたらしいわ。何をするつもりか知らないけど、さっきもらった鍵はどうしらいいんだ。そばに近づきたくない。ここで使うのか。なるほどね、同胞団の墓から安全にね、鉱山町のとこ行けるよというアイテムなのかな。気持ち的にってことか。よし、これで。あ、なるほど。この扉の向こうに悪がはびこっているわ。何？俺たちは長い間この墓を警備し、邪悪なシンムールの骨を見守ってきた。行け、勇者よ。お前らたちは何もしないのか。まあいいだろう。大体そういうもんだ。わかりやすいノルドの墳墓だね。敵がいるわけじゃないんだね。よみがえれ。そしてそして再びスラモルの後継者たちを味わうがいい。味わうがいい。完全にあれだな、ブラックハート船長の声だな。何もできなかったか。これはシンムール伝説の巨人。恐るべきシンムールの骨は永遠にここに眠る。英雄ファイヤーハートとダークハンマーはその身を犠牲にシンムールの残忍な知性に終止を打った。同胞団の名は永遠に語り継がれるであろう。なるほど、外にいた奴らだな。これは明かりが少ないな。ここはちょっとだけ明るいんだ。武器燃やしたらちょっとだけ明るい。戻ったぞ。カイネのおかげで生きて戻れた。部下を何人か見つけられて嬉しい。まさか生存者がいるとは思わなかった。ショールストーンの人々に代わって感謝する。いいんだよ。あ、レベル上がった。レベル47。そっか、ケーキ食べたまんまだな。
今ね、アニバーサリーのイベントがあって、2019年ケーキを食べてるんですわ。だからその分、だから経験値が倍入っちゃうのね。まあでも、リーチまで来た、リーチじゃねえや、リフテンまで来たらね、まあレベル50になってもいいのかなっていうのがあるんで、別に。これか、レベルアップ報酬。アイテムの編成、アイテムの特性は編成クリスタルを50個。クロックワーク指定の編成台に持ち込むと編成できます。我が家にもありますんで。アルケイン。健康。感情が欲しい。これからの報酬。さて、何か振るがあったら。どうしようかな。ドラゴンの跳躍。黒弾、黒曜石の盾って何に使うんだろう ?DPS で。どうしようかな。二刀流の猛攻とかも入れときたいよね。あ、迅速な撤退。まだいいな。中層鎧はもう全部振ってんだと。で、ウェアウルフも全部振れましたと。ウェアウルフでも派生してないやつとかあるかもしれない。吸収変異、ハーシの恵み変異、方向変異。あ、これだね。貫くと覚え。電線爪もか。ソウルマジック泥棒。アンドンテッド。アンドンテッドはあの、ダンジョン、グループダンジョン全然やってないんでね、全然上がってません。戦士ギルド。盗賊ギルド、魔術師ギルド。魔術師ギルドのスキルは全然関係ない。ライリちゃんには。どうしようかな。1ポイント。二刀流の、ツインウェポン。戦、装備中の斧につき 4% の確率で出血させ5952物理ダメージを6秒の間耐える。ここにしようか。猛攻を入れといた方がいいのかなっていうのはありますね。ただ入れたところでどこに振るんだと。もうスロット結構いっぱいいっぱい使うやつで、片手斧のもうそんなにメインでやってないからね。猛攻はいらない。だからもう片手斧のね、装丁の片手斧にシフトしないと使えないね。スナイプ外して、弓のスナイプ外して、バローストーンを取り戻さなければならない。そこにバフ系のを入れて、行こう。斧のところに1個開けて、そこに入れる。最悪の悪夢が現実になってしまった。シンムールが帰ってきた。村が焼けてる、ね、同胞団の古代の敵ともう一度相まみえなければならない。彼がリフトに戻っていくのを見た。でも止めることはできなかった。これからどうなるんだろう。リーチのために千の呪いを。シンムールを何とかして止めなければならない。私が止める。これは我々の役目だ。同胞団を集めて共にシンムールと対峙する。来てくれるな。任せてくれ。計画を教えてほしい。ショールストーンのためにできることはやった。あとは住人たちが何とかするはずだ。我々の問題は他にもある。我々がここにいる間にファローストーンの間がリーチのための襲撃を受けたのだ。ファローストーンの間、同胞団のホール。ああ、そうか。かつて私たちはそこを拠点にして活動をしていた。ショールストーンの上の山の斜面にある。生存者がいないか確かめなければならない。その後にホールを奪還する。力を貸してくれないか。分かった、ビグロット、一緒に行こう。共にファローストーンの間に攻め込み、こいつらに忘れられない教訓を与えてやろう。分かった、準備はできている。ファローストーンの間を取り戻さなければならない。広間の下には異物が隠されている。大昔シンムールを倒すのに使われた強力な武器もな。なるほど。ついてくるか、それとも向こうで落ち合うか。案内してくれ、一緒に行こう。
来い。無駄にする時間はない。あった。みんな行くんだ。私はすぐ後ろにいる。エイジュシュ頼むぞ、ここ。さあ行こう。あ、なるほどなるほど。同胞団のみんなが行くんだね。行くぞ、イグラット。イグラットは分かりやすいノルトの戦士だね。あれは？シグン。ジャキル、どうした？君の計画を聞かせてくれ。ジャキル、どこにいる？カイネの導きがありますように。幸運を祈る。またすぐに会おう。ジャキルっていうのは彼の剣のこと、もしかして。誰だ？ビグロット。ホビさん、何か分かったか？リーチの民は捕虜をノースウィンド鉱山に連れて行くの。その集落はその部族の手に落ちた。いつも通り、君は私の目、私の耳だ。戻ってくれ。ホールが安全になったら、三大神があなたの旅路を見守ってくれる。無駄にする時間はない。来い。無駄にする時間はない。2回言ったね。大事だったのかな。よし、無駄にする時間ないな。ホロウソンの間を発見した。お、みんないるぞ。来い。無駄にする時間はない。3回目だ。ショールが彼らを迎えるだろう。歯が立たなかったようだ。時間がない。状況が良くないようだ、ビグロット。私のせいだ。最高の戦士をショールの元に送ってしまった。残してきた新しい兵士たちでは野蛮なリーチの民に立ち向かうのは無理だろう。なるほど。どっから始める？生き残った人々が祠で手当てを受けていると聞いている。見つけて広間に集めてほしい。私は正面の扉を守る。そこで待っている。分かった、任せろ。これは我々の役目だ。同胞団を集めて共にシンムールと対峙する。来てくれるな？二人で生存者を呼び集めた方がいい。早いんじゃないか。明暗だ。スカルドのスバリが祠の一つで抵抗を続けていると聞いた。そっちは彼女を呼び戻してくれ。こちらは他の連中を呼んでくる。分かった。イスクラモル。イスクラモルを呼んだけど、どうした？急に。あそこの丸い円のところだな。あ、スカルドのスバリ、お前か。そばに来ないで。私に触ったら内臓をえぐり出すわよ。怖いね。待て、ビグロットに頼まれたんだ。みんなフォローストーンに集まっている。ファローストーンだった、ごめん。カイネよ。奴らはティロラに何をしたの？ティロラ。私は強くあらねば。ファローストーンで会いましょう。わかった。おっと、来たな。いないな。集まってる。ティロラ。賢者ティロラは拷問を受け殺された。リーチの民は見つけ次第殺してやる。殺すと誓う。集められるものを集めた。賢者のことは残念だ、ビグロット。私が指揮をする。避難は受けて立つ。涙と蜂蜜酒はお預けだ。彼女がここにいてくれればいいのだが、今すぐ必要なのだ。必要？何のために？リーチの民たちは広間の下の宝物庫にいる。最も価値の高いアーティファクトがそこにある。リーチの呪術師はドアに忌々しいスペルシールドをかけている。ティロラであれば。待て。なんだ？そうだ、賢者ティロラなら今でも手を貸してくれるかもしれない。この灰の袋を使えば広間の古代の霊魂と話せる。ティロラは亡くなったばかりだ。
もしティロラを知っていたら怒っているだろう。何をすればいい？広間の近くの記念碑にはそれぞれ火鉢がある。灰をそれぞれの祭壇で燃やし、ティロラの霊魂を探し求めるんだ。なるほど。私はここと広間の中に人を集める。見つけてこよう。心配はいらない。入れないぞ。あ、ここじゃないんだ。かがり火を使う。これか。ストラル・ブラックスロートの顔を見たんだ。忘れてしまいたい。なるほどね。置き去りにするなんてひどいじゃないか。かがり火、他にあるんだろう。ストラル・ブラックスロートの顔を見たんだ。忘れてしまいたい。リーグロッド、置き去りにするなんてひどいじゃないか。希望も何もない。ん？あ、他にもある。いたろ。よし。諦めない。ソブンガルデの手には落ちないわ。リグロット。ティロラ。なぜ私に話しかけるの？敵はホールにいるわ。助けが必要だ。リーチの民がパローストーンの宝物庫を封鎖した。今でも奴らのナイフの感触を思い出す。痛い。ソブンガルデから呼ばれているのを感じる。でも行く前に手を貸すわ。ありがとう。よし、地下に行くぞ。奴らが逃げ出した。狩猟のフロストファングは地下に捕らえられている。何？隠し。これか。どけ。宝物庫の中に入らなければならない。リーチの民が。ティロラ、助けてくれ。ん？今が言ったの？賢者ティロラが求めに応じてくれた。勝利の祝福があらんこと。次に何が起こる？広間に敵がいなくなったことを確認しなければ。君には宝物庫に行ってもらわなければならない。リーチの民を見つけ次第倒し、我々が守っている遺物を確認してほしい。特に探さないといけないものがあるか？ああ、伝説の斧、ウースラドを守るのは名誉なことだ。ウースラドがあるのか？宝物庫の中のイスグラモルの像の腕に押されている。無事であることを確認してほしい。うん。
すぐに会おう、ビグロット。あまりにも多くの誇り高い戦士たちが殺された。流したちの一滴につき、三倍にして返してやる。リーチの民を率いて我々と戦っているのは誰だ？ショールに呪われたスキーバーの息子、ストラル・ブラックスロートだ。レイジ・クロークランを率い、今ではリフトを襲撃している全ての部族を率いていると言われる。なるほど。ウースラドと言ったが、アイス・グラモルとは知ってるけど。カイネの慈愛にかけて。イス・グラモルが誰か知らないのか？念のため聞いたんだよ。ウースラドの物語も？多めに見てくれ。イス・グラモルとは誰だ？ノルドで最も偉大な英雄、皆の導き手だ。アトモーラから戦団を率いて人々をタムリエルに連れてきた。当時リフトを統治していたエルフたちとは対立したが、イス・グラモルと仲間たちはエルフを倒した。何があった？イス・グラモルは同胞団を率いてエルフたちに復讐の戦いを挑んだ。導き手は斧ウースラドを手に、荒々しい戦士たちをスカイリムの端から端まで導いた。臆病者のエルフどもはノルドの怒りの前に逃げ去り、スカイリムは我々のものとなった。なるほど。ウースラドの物語とは？イスグラモルのエルフのような漆黒の涙はサールザルを焼き尽くし、偉大な武器職人ユンゴルは斧ウースラドを鍛えた。それ以来イスグラモルはウースラドを持ち、リフトから裏切り者のエルフを一掃した。ウースラドはノルドのありとあらゆる武器の中で最も偉大なものと考えられている。それは本当の話か？もちろん本当の話だ。ノルドの伝説だ。そうだろ？知ってるけどね。エルフを千人殺したっていうやつでしょ。長いぞ読み込みが。読めばよかった。よし、結構広い。何がやりてんだあいつら。あ、間違った、間違ったおかげでスタミナがない。隠密にしないで撃ったところでなんだよな。あ、こっちも反応しちゃったか。おいでおいで。出て出て出て。やばいやばい、舐めてた。お前か、打ち合いだじゃん。
これが欲しかった。伝説の書物を手に入れた。ちょっと輝いてるな。あ、食事切れてたんだね。何らかすぐスタミナなくなるなと思ったら。これがここに来た理由ですか？そうだとも。ウースラドはもう我々のものだ。他の奴らも成功すればポータルに急ぎましょう。ノルドはもう終わりさ。なるほど、もう遅かったんだな。ぐらい。あ、回復しちゃった。離れすぎてたみたい。乗れ。ウスラドじゃないな。これがイスグラモルでしょ。ユルガー。この像の足元に飾り手がある。ユルガー、イスグラモルの末の息子、最も偉大なるもの。ドゥイラムズの船長、500の同胞団の英雄。あら、もう一回調べちゃった。ユンゴル。この像の足元に飾りたがる。ユンゴル、イスグラモルの長男。最も偉大なるもの。ハラックの船長。500の同胞団の英雄。スカイリムへ帰路の途中、別れて嵐で行方不明に。なるほど。イスグラモル。この像の手には何かを掴んでいるかのように固く閉じている。足元には飾りたがる。イスグラムル、最も偉大になるもの。伝説のノウスラドを手に。持ってないね。でどこに戻んのこれ。全部後手に回ってるね。あ、ここから出てくるんだ。あ、取り返したんだね、一応。宝物庫で何を見つけた。リージの民がウースラドを盗んだ。恐れていたことが起こってしまった。シンムールをオブリビオンに送り返すにはウースラドが必要なんだ。トロールよ、奴らを一人残らず始末してくれ。一つのことが次につながり、変化は受け入れがたいものもある。だが先へ進むしか方法がない。どうすればいい。賢者ティロラがソブンガルデに向かったため、ファローストーンは新しい賢者を必要としている。スカルドのスバリからその後を引き継ぎたいという申し出があった。だからそれを認めることにしたのだ。彼女は何をしてほしいの。賢者になるためには従者と一緒にファローストーンの祠で祈りを捧げなければならない。
彼女が先祖たちに受け入れられれば、最盛期の500人の同胞団が姿を現すはず。へー、彼女と一緒に行ってくれるか。わかった、彼女の準備ができているか確かめてこよう。止まりなさい。なんだ。ベルニムの森から知らせを持ってきたわ。何か情報あるか。リーチの民がベルニムの森に集まっているのよ。おでこ汚れてる。クジャキルがすぐそこに向かうために協力者を募ってるわ。わかった、向かうよ。うん、というわけで、じゃあ今日はここまでにしようかね。続きは次回。はい、というわけでお疲れ様でした。ごきげんさなら。お疲れ様です。Shouted blood for